昭和41年製のボンネットバス。向かうのは紅葉に彩られる祖谷大歩危の秘境です。11月で営業を終えるこの観光バスにはこの日も多くのお客さん。ツアーの見どころは祖谷のシンボル、かずら橋。およそ14メートル下の川面がはっきりと見えます。怖いね。怖い。楽しいし、もっと揺らしたいくらいちょっと僕、高所恐怖症なんですよ。やめとけばよかったですね。紅葉綺麗ですけど全然見る余裕なかったです。旧街道を走り正殿小僧へとご案内をいたします。続いて意外な人気を誇る名所へ。祖谷系の雄大な山々と小便小僧。これやっぱ可愛らしいね。あ、これ立ってるし、小便したいな。細く続く渓谷沿いの道。山内さん、仕事出番です。僕はちょっと50メートルぐらいちょっと下がってもらったら対抗できるので。対抗者に協力してもらいすり抜けていきます。最後の姿を記憶に留めようという本物の追っかけも。今日丸一日このボンネットバスを、ずっと追いかけてたんです。実はずっとネットで申し込んでいたんですけど、なかなか3ヶ月前から予約がもう埋まってて、寂しいですね。何歳ぐらいだった？彼が3歳。3歳だな。よう覚えてるね。覚えてくれてよかった。もう今日は来た甲斐がありました。タイミングを測ってやったり、自分が、心急ぐと思うように動いてくれない。41年の10月まで生年月日が同じなんで、特に思い入れはあります。寂しいですね。不器用だけどどこか愛らしかった55年。紅葉の季節が過ぎる頃、最後のお客さんを乗せ